こんばんは。こんばんはー。うん。今日は。ゆめりんさんの卒業コンサートでした。ありがとうございました。<laughs> プリンアリーナとっても広かったですえ寂しい寂しいですよすー君んしんいちさんハートありがとうございますかんさんありがとうございますこんばんはあ,あそこ見に来てくださってありがとうございますお疲れ様ですあ 嬉しい和弘さんハートありがとうございますつなさんお疲れありがとうございます嬉しい頑張りました立ち位置立ち位置を覚えるの頑張りましたヤンピーさんお疲れありがとうございますユニバーさんクマありがとうございますあそうだ今日これ今日ずっとこの T シャツアンコールの時から <laughs> やったこれ もらえて嬉しいです <laughs> 可愛いこれめっちゃ可愛いんですよこれシール貼ってるえ嬉しい可愛いって言ってくれるんだそうやって言ってくれるの嬉しいです <laughs> まえちゃんさんありがとうございますすーくんありがとうございますそうもう本当にもうペンライトが綺麗すぎて ゆみりんさんのペンライトカラーに染まってました会場がやばい綺麗だって思ってまえちゃんさんありがとうございますショールームで見てましたそうですショールーム配信もありましたあエ<っ>イチミットがありがとう来てくれてあそう私はジュアル・デイズとジュアル・デイズとサステナブル 嬉しい見てくれてありがとうございますそうコンサート T シャツなんですよえなんかあんこさんあんこさんついてる私すごい買いたいグッズがあってえ本当に買いたくてマネージャーさんに相談したんですけどちょっと相談するのが遅くてあ生写真当たったやった私のユうナンの生写真マッつンさんお疲れありがとうございますえっ、ー、T シャツもある 嬉しいもうそれがすごい嬉しかった !TM さんフー風ンさんありがとうございます。マッツンさんめっちゃかわいいありがとうございます。嬉しいめっちゃかわい,いい。いありがとう !TM さんありがとうございます。松岡さんお疲れありがとうございます。ゆびりんさんはなんだろうお話はできた。 でできませんでしたねなんかお話というかなんか目合わせてにっこりしました <laughs> 忙しそうでしたよ本当に本当に忙しそうでしたので写真をもうもうもう本当にそんなことは望みませんよっていう感じですそう T シャツ洗えいやこれ取ったら大丈夫取ったら洗える そう、ゆみにさん、もうめっちゃドレスにやってて、もやばいってなって。しんちゃん、ありがとう、ありがとうございます。まどカさんもありがとうございます。あお <laughs> さん、くま、ありがとうございます。これ何あとなんか他の先輩方ともたくさんお話ができたり、いっぱい写真を撮れて。 すごいハッピーなんですよ今なんか本当に悲しんそうねいろいろ良かったシーン教えてください皆さん <laughs> 川さんお疲れありがとうございますヤンピーさん,んー。なんやこれなんかいっぱい なあお菓子ありがとうございますお菓子のボックスあとみょんみょんさんもみょん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 のあみょん長谷川のあちゃんが今日から一緒に立てて,て立ててもう本当に嬉しいです久しぶりに研究生全員でステージに立てて嬉しかったです松岡さん「リンボースター」ありがとうございます いーユリ,ンさんリハーサルの時にちょっとほんの少しだけお話ししたけど今日はお話しする時間もなかったですけど他の先輩方とは結構お話ししました写真いっぱい撮らせていただいてカーホーでーすカーホーでーすカー,ー,ーすカワさん雨ありがとうございます そう、OG の先輩方ともちょっと撮りたかったんですけどちょっと列ができてて断念しました <laughs> ありがとうそうイムリンさんサッチと挟ませていただきました夢自からの時に <laughs> やばい嬉しい ね、いっぱい泣けるシーンありましたようんそして明日はオンラインお話し会なのでよろしくお願いしますスキモンさんバラありがとうございますおっナーミョンさっきナーミョンちょっと配信しててちょっと見てたあ <laughs> そうだからナーミョンの話とかができることがすごい嬉しいし レッスンの時のエピソードとか話しちゃおうかな。えこれ十ってなななんなんの十なんですかこれ。なんか熊の十とかあるけど。ディネさん十ありがとうございます。こんばんは。そう。 青ひまわりね、いい曲ですよね。あ。いっぱい十。やばい。<laughs> たくさん <laughs>。やすべさん、いっぱい。の十、ありがとうございます。これは何のなんか教えてください。ありがとう。たくさん。こんばんは。 あショールーム十周年なんだそれの十か教えてくれてありがとうこんばんはうんそう明日のお話し会で感想ぜひぜひ伝えてくださいえこれさ可愛くて結構このステッカー捨てられないんですけどなんか綺麗に剥がしてさ保管したいよね <laughs> めっちゃかわい 見てくださいかわいいえー、T シャツもあるあるけどまたいつか着て配信しようっと <laughs> えー、気づいてくれてありがとうそうありがとうございました来てくださった方は配信見てくださった方もえ そう本当に本当に欲しいグッズがあってえ結構前前からこれのグッズは買うって思ってるグッズがあってあこれ綺麗にハゲる系だわ <laughs> よかったえそうあのゆめりんさんの,あのオリジナルグッズみたいなのが販売されてるじゃないですかそれのこのこれねこのあんこさんのグッズがあって。 このあんこさんのスマホリングがすごい欲しくてグッズえ、今日えなんかコンサート終わってから思い出してそう前に言おうと思ってコンサートの前にマネージャーさんに言ってどうやったら買えますかって聞こうと思ったんだけどもコンサートのことで頭がいっぱいいっぱいで忘れてて終わってからさっきえあの。 グッズ欲しいのがあったんですけどそれってどうやったら買えますか?」って言ったら「ちょっともう遅いかもね」って言われて「えー!」って感じでめっちゃショックあのスマホリングめっちゃ欲しいめっちゃ欲しかったんですけどあと今日家族が家族を見に来たから「えでも待って最悪!あ」家族にさ 買っっっっててって言っとけばよかったんだけど本当に最悪えそしてさ帰るときにさあの私の家に置いて帰ってって言えばよかったそこまで頭は回ったなかったですね 明日お話会よろしくお願いします嬉しい,ゆい,ないい T シャツパクリじゃないかそれはそうだからあのー、私も将来グッズをプロデュースできるってなったらちょっとこてのグッズを作りたいですねこんばんばは ねえあのリング可愛いよねスマホリングめっちゃ可愛い。三号七ゼロ五ゼロ三バラありがとうございます。えー、サインなんか書いてもらってないですよそんなそんな。 まいちゃんさんハートありがとうございますそう家族が来てたんです兄弟も来ててあそして今日はブログが更新されてますので皆さんぜひチェックしてくださいハロウィーンのハロハロウィーンさんのんコスプレ仮装ハロウィンのこととかいっぱい書いてます去年仮装したのも写真載せてる こんばんはなんかな何かありますかえ今日いっぱい先輩方と写真撮らせていただいてえ結構両手で数えられるくらいの先輩方と <laughs> 写真を撮らせていただいてもう本当に嬉しい嬉しすぎてもう今日。 さっきずっとタクシーでもうも「うやばいやばいやばい嬉れしすぎる嬉れしすぎる」って言ってずっと喋ってましたそう サステナブルとジュアル・デイズを披露できたのがすごい嬉しくてめっちゃ嬉しかったなんか AKB ブロックみたいなのがあったんですよ2部にそれでなんか かわい,いブロックダンスブロックみたいなのがあってそうそれ歌割りみたいなの送られてきた時めっちゃ嬉しかったにヤニヤですよもうにヤニヤが止まらないジェイちゃんさんハートありがとうございますう <laughs> ん ユミリンさんとの近くにいる時割とカメラに抜かれた気がするそうなんかゆみりんさんとえー、嬉しいそ,そんな抜かれてたのかなちょっと見てみよう見返したい配信川さんありがとうございますでさっきずっとイチゴが <laughs>。 あの北沢いちごさんがもうずっともうなんか早口でもうなんかブラ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 なんかすごいなんか興奮しててずっと <laughs> ずっと喋っててあのー、結局何喋ってたのか分かんなくてなんかずっとなんかオタクエピソード話してました「えもうやばいやばいうるしすぎるやばいやばい」とか言ってもうもう写真が撮れたうわーってなっててなんか「こんなのじゃないよこんなのじゃないけど」もうずっと喋っててなんか。 ちょっっと面白かった北 <laughs> 沢さん私もあの結構前からいやー、うん、なんかめっちゃみっちさんが好きでみっち,ちさんが写真撮ろうって言ってくださってもう本当にそれがもうあさ,さっきの出来事なんですけどそれが嬉しすぎて。 もう最近ミッツさんもうめちゃめちゃおしめなんですよって言っていやもうめっちゃ嬉しくてもうずっといちごに言ってたでもでも会話がもう「おかわいいかわいいやばいやばい,やばいやばい」みたいななっててはい疲れましたねすごいコンサート終わった後本当にずっと <laughs> ずっとテンション上がってました嬉しくてでも ゆみりんさんと写真が撮れなかったのがすごい心残りなんですけどもうまあ忙しいのでねえって思って <laughs> そうずっと早口でずっともうさっき喋り倒してたえ <laughs> そうよく知ってるやん そうずっとおうじ先輩卒業生の方の話をずっといちごがしてて <laughs> ずっとずっと聞いてたそうも,うもしかしたら私も DD なのかもしれないってぐらいもう先輩もう大好き <laughs> <laughs> DD だこりゃ りんさ,さんともお話できてでもちょっと可愛いと思って見てましたって言ってもうやばい嬉しいソミつさんのパフォーマンスがすごい好きでもうニヤニヤ止まんないアルマストリアさんありがとうございますありがとう何時だろうと思って時計を見ました今 <laughs> あと、あやぱんさんともお話ししましたあやぱんさんそうなんかなんか DD はいやあんまりよくないみたいなさ風習あるけどさしょうがないよね <laughs> しょうがないよねだってみんなみんなねえ 可愛い,いし、みんな優しいし、みんな大好きだし、わかるよー気持ちいい <laughs> おしましもありだと思います。<laughs> いやスタジオに入れるあのダンスの実力とかパフォーマンスの実力はないので、私は見てるのが すすごい好きなんですよ、ね、えそうだからさなんかもう袖とかにさあの待機してる時とかにスタンバイかスタンバイしてる時になんかスクリーンでっかいスクリーンで映像が流れてるじゃないですかもうそれをもうずっと見ててしかもなんか結構あの私が先頭で移動することとか結構多かったからもうずっとずっと最善で見てた。 私が一番前でこのモニターを見てるとか思いながら <laughs> ちょっとマン取った一人でね <laughs> ねえグリーンアリーナでかかったですほんとに DD は正義あじゃあ私もじゃあ DD は正義 っっていううのはや,やっちゃおうかな <laughs> そう自分はなんかおしまいされたらすごい悲しいけどでも気持ちはわかるんだよねねもうやばいやばいもう <laughs> そうだからミツさん撮った写真録画面にしようかないやそう嬉しくてずっとイチゴに自慢してたら「えー、それ録画面にしないよ」って言われて「確かに」って思って。 OG の方ももうすごいすごいスタイルが良くてやっぱ可愛いですね確かに自分を成長自分のパフォーマンス力を成長するためにスタジオに入るいやいやでもなんか私は違う気がする

お話ししましょうこんばんはそういっぱい先輩方と写真撮れましたココアさんに甲斐ココアさんにほっぺひっつけてもらったからここ洗えない普通に <laughs> こうやってこうやって写真「ええ近い近い近いですよかわいいやばいやばい」ってなってここここほっぺた触れちゃったから。 洗えない普通にどうしたらいい <laughs> ここ皆さんならどうしますかど,ど,どう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 したらいいですかもう写真加宝あ明日よろしくお願いします嬉しいあ 今受付やってないに悲しいまた次回皆さんお話ししましょうね本当にリアルに一日だけ洗わんようにする確かにでもこれメイクしてるから落とさなきゃなんだよねね本当洗いたくないからいっぱいいっぱいじゃあ触っとこう。 まいちゃんさんハート、ありがとうございます。受付中だった。皆さん待ってます。待ってますよ。じゃあ今日は四十五分ぐらいで終わりたいと思います。 こんばんは改めてお疲れ様ありがとうございますそんなスペ込みはないですね <laughs> え、わかる握手会とかさもう洗えない普通に手とかもうめっちゃわかるどうしようってなりますよね 私の場合はいやちょっと <laughs> ちょっとやめようゆうなちゃんやっぱり前髪でよかったそうね前髪なんかちょっと私変わってるから分かりやすいって言われるそうなんか今日ダンスの先生にも「ゆうなはいる場所がすぐ分かる」って言われて「え待ってそれってそれってダンスが浮いてるってことですか?」って言ったら。 いや違うって言われてあほっホッとしましたねなんかすぐわかるらしい姿勢が悪いらしいそこかーいみたいないや姿勢が悪いじゃない姿勢が悪いも言われたけどなんかなんかすぐわかるって言われたなんでだろうかおつあっとんさん ジージーグーグーありがとうございます福岡会いに来てよぜひ,ぜひぜひぜひ待ってますいっぱいお話できたら嬉しいオーあアッさんももにゃんさんハートありがとうございますそう前髪ですぐわかるんですかねそんな変わってる松岡さんアメありがとうございます ハンドクリームの匂いが残るメンバーとかえやばいそれやばいやばいえなんか舞台裏で「えいい香りする」って誰だろう話してたらチホさんでした <laughs> チホンヌさんがいい匂いしたえそう NMB さんもさ握手会の手袋やつ見た手袋あるよね 見たなんかで見たなでも手袋越しでも嬉しいよねコロナだってさそういうイベントがなかったからさすごい嬉しい <laughs> 声斉藤清子さんに似てる全然似てない似てないですよ めっちゃ嬉しい。嬉しいけど。似てる。嬉しすぎる。じゃあ。嬉しい声ひ。ええー。うん。<laughs> ええー、わかりやすいんだ。なんでやろうね。まあ、いいことですよ。カバさん、十、ありがとうございます。そう、今日家族見てくれてましたね。 普通に初めてさ兄弟兄弟がさ初めて自分のさパフォーマンスとかなんかライブとかそういうの見にコンサートを見に来たのが初めてだったからどういう気持ちで見てたんだろうって思って気になりますねすごい。り <laughs> んんごさお疲れありがとうございますなんか私夢で 一凛子さんと会いましたこの前 <laughs> この前夢で凛子さんと会いました何したっけ忘れちゃったけどええいうちゃ振ってました嬉しいありがとうございますええー、メッツさん香りしなかったかもなんか鼻鼻の調子が良くなかったその時は。 業コンサートの写真変えるみたいぜひそうなんですよ親孝行こんばんはまたじゃあなあみょんとの写真いっぱいメールで送っちゃおう メールもあ付つき始めだつき始めですよ皆さんメールあ今き遅れてない遅れてないごめんなさい明日からわあそういっぱい写真撮ったからあの今卒業コンサート今日いっぱい写真撮ったからそれをどんどん送ります楽しみにしててくださいいっぱい撮った今日うこたちは来てないよ え、なんかさすごいさんもういめっちゃまた次回のショールームで話すわ次回はえ、でも明日お話し会だからさできそうだよねショールームそうメールえー、嬉しい今月も言うののメール解約されたらすごい悲しいから嬉しい <laughs> 嬉しい 楽しみにしてて11月のユーナメールはいっぱい写真送ろう今日の今日の写真いっぱい送っちゃう先輩方といっぱい撮ったんですよしょんちゃんさんハートありがとうございますのあみょんとも撮ったやった 嬉しいわ継続メール明日メール来ますよ今日は特別送れなかっただけなのでもう楽しみにしててくださいいっぱいねでもなんか私すごいメールの返信すごい嬉しいんですよなんかマネージャーさんから1週間に1回ぐらいまとめてバーって送られてくるんですけどなんか送りすぎてもあなんか 大変かなって思ったりしするんですよね。そう返信が嬉しいから、ほどのほどの良いほどの良いなんだっけほど良いあほど良いかほど良いぐらいに送りたいと思います。そう返信全部見てる嬉しいですよ。まるまるですってゆ。 て書かないとなんか名前は表示されないんですよだからそれがちょっと悲しいから名前書いてくださったら嬉しいえぇ、ー、あいこじさんの取れないですよ取れなかったまだチャンスはあります え、返信見てるよ嬉しい嬉れすぎるということでじゃあ今日の配信はこれを剥がして終わりたいと思いますちょっとじゃあ綺麗に剥がして終わりたいこういうのもね保管したいから気づきましたこれ 皆さん先輩とか同期とかで全員貼ってるシールの貼ってる位置が違ったんですよもともと貼られてて衣装さんが貼ってくださったのかなもともと貼られてて多分みんな被らないように貼られてるんですけど私はこっちに全部固まってるタイプでしたね <laughs> 最初見た時びっくりした「え待って私のシールないやん」って思ってそしたらこっち側に全部 <laughs> 貼ってあって。 おお、すごい、すごいじゃんってなって。アクセサリーつけてない。え、もうこれ一回剥がしちゃったらさ、でもシール貼れない。ゆみりんさんのサックス。ええ、自分で貼ってない。貼られてた。私が自分で貼るんだったら。こ、こっちに全部固めて。 まとめるデザインは思いつかない普通に私はでもこれあんこ,あんこさんをこの辺に貼ろうかなえーなんか剥がすのも悲しいえこれさこのまま洗濯できるとかあるいやでも洗濯しないと私だったらここに貼るかな 貼っとこえー、かわいいガラスの靴なんだけどかわいすぎるえそうなんかモケモケ生地がついてるそう服いただきました嬉しい。 私銀テープ飛んでいく瞬間本当に綺麗すぎてもうやばいってなった <laughs> 洗濯無理かこのまま洗濯できるのかと思ったじゃあねえ伸びそうだよね普通に T シャツ伸びてない <laughs> それだ<な> <laughs> こここれ絶対シール取ったからでしょそう えあの日ってマジの日びっくりした暑すぎてなんか私ノイミーさんのノイミーさんのコン,コンサートとか何ライブとかイコノイジョイさん結構行くんですけどなんか「チョコレートメランコリー」とかで炎がバッてあの舞台上で上がったりし,してるんですよなんか曲とかによってね こんなに暑いんだって思って、すごいいい経験をしました。思ったより暑いです。フレッシュイチゴになりたいのさん、こばんありがとうございます。ああ最善だったから暑かったね。それをか同じ暑さを感じられるわ。すごいそれも。 いいこと最善ユミリンさんシート <laughs> えぇ、ー、すごい豪華でしたよねもう,ゆもうユミリンさんもうかな悲しいよじゃあ今日は終わりたいと思いますまた明日明日はお話し会で会いましょうかわいいこれあんこさんお話し会 ありがたいことにおしましが不可なので,でも本当にありがたいですありがたいのでまた皆さん受付中なので違う日にちとかいっぱい話しましょうおしまし華だからあの他の人におしましとかはそれはダメよでもよろしくね。ねこれちょっとちょょっっとと かわ,いすぎる <laughs> かわいいよ明日よろしく私はねオンラインお話し会の時はもうもう目も必須もうポタクノートですよじゃあ壇上を読みたいと思います 十三位ユニバースさんありがとうございます。十人アオアオさんありがとうございます。十一位 T.M. さんありがとうございます。十位ももにゃんさんありがとうございます。九位三五七ゼロ五ゼロさんありがとうございます。八位川さんありがとうございます。七位大津アットンさんありがとうございます。六位ションちゃんさんありがとうございます。五位ディネさんありがとうございます。四位松岡さんありがとうございます。 三位山のぴーさんありがとうございます二位マッツンさんありがとうございます一位ヤスベイさんありがとうございますありがとうございましたいっぱい寝ましょう今日はみなさんいや寝れない明日はお話し会なのでツナさんハートありがとうございますセブンさん十ありがとうございますじゃあねゆっくり寝てください おやすみー。いや、お風呂入るよー。